はい、皆さんこんにちは、ケンチャンネルを運営してます井ノ口です。今日はですね、福岡県春日市光町にあります私のね、持っております簡易宿泊所みゆきハウスからですね、鳥栖のアウトレットモールに行こうということでね、そういう動画になってます。この宿泊所の客さんなんですけどね、もうこれ実はたくさんのお客さんがねアウトレットモールにね、行ってるということでね、いろんなとこ動画撮ってますけども、いつかね撮らなきゃいけないなとかね、紹介しなきゃいけないなということでね、ようやく今回実現したかなという感じですね。で毎年、1回2回ぐらい行くんですけどね、毎年正月に1回、必ず行きますね。で、よく靴買うんですけど、来たお客さんたちもね、靴をね、買いに行ってるのかなっていう感じもするんですけどね。このお客さんたちなんでね、靴をね、買うのかなっていう聞いたことあるんですけどね。なんか靴の種類が多いらしいですね、日本のその店はね。そんなんで、楽しんだみたいな感じで書いてありましたけどね。だいたい距離にして20分。20分や20キロ。そして時間にして40分ぐらい。こういうのはもうナビを入れてもらえばねすぐ出ることですので、わかるかと思いますけども、道路自体はね、ちょっとコロナがね緩和されて、制限緩和され車のね随分ね多くなってきましたね。ちょっと混むとまではいきませんけどね、随分車多くなったなという状況にはなってますね。ただここ幹線ですよね、大体スルーと南の方にね、行けると思います。大体お客さんたちはねどこ行くかといえばですね、この頃新しいところのララポートにガンダムを見に行くというね、そういう声がね結構あったんで、ガンダム系統はね何本5本ぐらいね、というかララポートに行くというね、そこね駐車場入るの大変なんでね、駐車場、入るのは簡単なんだけど出るとこを考えたらね駐車場はね場所を選ばないかんっていうね、そういう動画にはなってますけども、そういうのを上げてます。それからキャナルシティですね。これはもう定番中の定番というかね、これこそ何十年も前からね、外人の方がね行く場所ということで、あの辺の周り行ったらね韓国語中国語ばっかりの時ありましたからね、あの辺りが定番ということなんでしょうかね。ちょっと他にねどういうとこ行ってるかわからないんですけどね、普通太宰府あたりってとは思いもするけどね、あんまり観光地ってね福岡自体はどこかなと言ってもね、なんかあんまりピンとね実は地元の人でさえわからないというかね、そんな感じもあります。でずっと南に行けばですね、またこの右が高速道路ね走ってますけどね、この高速に入る筑紫野のねインターチェンジ、右に回れば入る、それから左に行けばね、これまたね大きなモールがある筑紫野のね、イオンモールに行く左側ですね。こういう交差点がありますね。左に行くともイオンモールでなくてもその先に引いたとかね、そういうところに、大分の方ね行くための道でもありますね。そっちの方で、私たちもタワーにね北の方に行きますんでね、この道を通っていくことがあります。今回はこのまま南にね下っていきますんでね、まっすぐなんだけども、ここからがね、かつて鳥栖筑紫野の有料道路と言いましたね。料金が行った道なんだけども、これもねもう随分前に無料化されましてね、その150円片道払ってたと思うんですけども、それもなくなったと、もう15年ぐらい前にはなるんですけどね、ただそのままの道路なんでね、もう信号がなくてすごく快適と、距離はねまだあるんだけども信号はないんでね、もうすぐに行っちゃうという感じですね。右側にね、鳥栖アウトレットモール見えてきます。そしたら、指というんですけどね、インターチェンジ、左側に降りていくというとこですね。ただここはですね、混むんですよね。普通に曲がっても混む、
ですね。普通に回っても混むんだけども、正月だったら本線までずらっと並んでますんでね、まあ、こういう時はね、まあ、諦めて、帰るんじゃなくてね、臨時の駐車場を用意してくれてるんですね。だから右曲がるんじゃなくて左に曲がってね、臨時駐車場の方に行って、送迎バスでね、お店の方に行くっていうのがもうこれも絶対正解だと思います。まあ、そういう動画もあるんだけどね、これちょっとあまり特殊なんでね、まあそれはいいかということで、まあ温めておきます。で、駐車場はね、もう最初の道からね左に行ってね、もう入るということでいいと思います。まあ何箇所かね、3箇所ぐらいあるんですけどね、もう最初の道で曲がっていくので、まあ正解かなと思います。この日はですね、まあ1月の半ばのね、日曜日出したけどね、まあ午後からとはいえね、もう3回までね、まあ満車ということなんで、4回までね、残りまして、まあそこから止めようということなんだけどね。ただこれ一つのフロアがね、まためちゃくちゃ広いんでね、エレベーターあるんだけど、その何箇所もあるわけじゃないんでね、エレベーター近いとこないかなということでね、目配せしながら走ってたらね、ちょうどね、エレベーターの前のとこに一台空いてたんですね。まあそこね、止めることにいたしましてね、エレベーターで、まあ、降りていくというとこですね。まあここにね、3台エレベーターありますね。でまあ輸送力はまあそこそこあるかなというとこですね。でお客さんはね、もうほとんどここの上り下りしてるんじゃないかなっていうところになるんですけどね。そして、反対側が店舗ですのでね、この跨線橋とかね渡りまして、いよいよねお店の方に行くという感じですね。今回お店というかね、中は一応一通り撮っておるんですけどね、まあ、この動画ではまあそれまではちょっと紹介しないと、いうことでね、道路案内ということだけにしておきます。どうもご視聴ありがとうございました。